米国女子、フォード選手権プレセンティドバイ KCC 事前情報、26日、セビール G&CC、アリゾナ州、6734YD、パー72。太平洋沿岸の強風が吹く、アップダウンの激しいカリフォルニア州のコースに比べれば、アリゾナ州の砂漠の18ホールはフラットの一言に尽きる。先週とはやっぱり違う。グリーンも綺麗だし。 パッティングで向かい合う相手はポアナ芝からバミューダ芝に。吉田優里は頭の中を急ピッチでリセットして、2戦目に挑戦しなくてはならない。ルーキーイヤーのデビュー戦、前週、パクセリ選手権は予選落ち。会場のパロスバーデス GC はシーズンの中でもトリッキーさに富んだゴルフ場ではあるが、それだけを言い訳にはしない。本調子でなかったショットをチッピングでもカバーできなかったのは、 ラフへの対処などの経験不足と改めて自覚。最初からうまくいくとは思っていないので、様子を見ながら頑張っていきたい、と足元を見ながら、時間をかけて適用していく。昨年12月の旧シリーズ、最終予選会を通過してから、オフの充電期間にはその得意のウェッジワークの引き出しを増やそうとしてきた。日本ゴルフ協会、JGA のナショナルチームの OG として合宿に参加し、 ショートゲームコーチに指導を仰いだ。海外仕様、というか、日本とは違う海外の薄い芝に対応できるような打ち方を教えてもらいました。アドレスの形やボールポジション、クラブリリースのタイミングを変えたアプローチにトライしているところ。難しいは難しいですけど、でも変えないとよくはならないので試しつつ。手応え、まあまあいいかな、と思うんですけど、感触とよるかどうかは別の問題。 練習を続けないといけないですね。技は、そうたやすく自分のものになるものではないと100も承知。先を見据えてクラブを振る。パー71だった前週から 300YD 近く総距離が伸びたコースに、意外にちょっと長いな、というのが練習ラウンドで得た印象。風が吹くとアゲンストばかり、しっかり合わせていけたら、辛抱強く、じっくり磨き続けたい。